神状態に対して中断攻撃を仕掛けるっていう、まあ、かなりあるね。普通に中断として使うのは難しい。起き上がった瞬間のフレームにですねジャンプ攻撃を重ねるとしゃがみガードを入れてもなんと起き上がった1フレーム目立ち状態のやられ判定なんでしゃがみができないということは起こるんですが、どうやらそれを体幹でやったみたいですね。体幹でやったように見えましたが、成功フレーム1フレームですからね。後ろ投げクルーが返していきます。ジャンプ中盤しっかりと落としていく。またガイストアンカーが溜まっています。どう発動していくか。最高なクラスをなんかよく見られるパターンですが、歩いていく大足確認している。中足サイコアッパーに対してはシフトブレイク。そうですね、この V リバースで反撃があるぞ。されてます。残っているシャーブ巨盤ジャッケーノーマルヒットを当ててもフリーなので、はい、先にボタンを押されますね。立ち台キックがちょっと浮いてて、うん、あしゃがみ台パンチの無知をちょっと避けるんですよね。はい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 、これですね。先っぽなら一応確定もないってのもあって結構これがノイズイで、まあ、エドのまあ本当中距離の主力というかもうこれを通すしかないまであるっていう。さあこれは何をするか。しっかりとバラージュ使わず倒しきれないという判断で最高スパークを使った攻めを展開していきました、はい、なんとエンディングオッカーが気づけば2連勝、しかも最後 P 腕もないので、うん、フォローが引かず確定です、ね。まあ、フードとしても通ったらもう、うんCA で倒しきりますよっていう、まあ、その勝負の選択肢でしたよね。ただエンディングウォーカーが、まあ、丁寧に守りきった。歩きすぎているところをしっかり立ち込まんち、そして若干できたラインを使って、おお、ここもいわゆる詐欺重ね、立ち着まで隙の小さいやつを重ねることで EX サイコアッパーの汗の多さを捉えてきました。フードがフェイスを握っていきます。ダメ足、今日はワントラインダメージを稼いでいく。おっと、あるの、いや、ダブルアップ、これよく見るんですが、第3かダッシュ止めている。シフト読みですかね今の。ああ、まだ通すのか。温存して投げて一歩使うの、投げ中足スパークマジすげえまくった。いやいや、っていうのも、はい、ちょっと匂いすぎでしょ。かなり危険でしたよね今ね。よくフードも若干押しましたね。やはりこのエンディングウォーカーも流れに乗ってる感じに見えますね。最後のこれ橋一気にクラスカウンター。最後アッパースタッチが溜まっている。いい加減にしろというしゃがみ中キック入れ替えですね。入れ替え置き攻めは打撃ガードの上から越えていく。飛び出しっかり対象シャガバイファインビンウィリバー。いや、うまい。この V リはうまかったな。かなり、うわーだな。それを見ていたフード、タッチバッチレイドからのラブハリケーン。橋をむしろ逆にしようっていう V リバなんですけど、2回目はフードさんが壊し暴れしてる。どこまでいくかな。サイコバラージ足りるのか。これはどうやら足りそうですね。マジパターンっていうか、はいはいはい、かなり出してくれたと思うので、うん、フードさんがここからこれどうするかっていう。サイドチェンジが行われてフードがワピガへ。しかし一気に最高なクルが立って画面端です。V リバースから早めに切り返していく。歩きすぎたか。そのキャッチ強パンチ押し返すことができました。ですね、常に V リバーを警戒してるので長めに構えてるんですよ、うん、V リバーに対して無知をキャンセルできるように。はいはいはい、ここで最高なクルから発動。後ろ投げ投げれば入れ替え、うまい。もう外参加エアで起き攻めギュルトル立ち上げ発動。そしてこれしか繋がりません。レイド火炎瓶燃えながらでも前に出る。まだ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 レンガ立ちコーティック。うお、中継無理やりだ。ウェンディングウォーカーの勝負手で密着立ちコーケーっていうのが来るとは。まあ、フードとしても火炎瓶もありましたもんね。そうですね、手紙ピョマッチ近めでしたが振ってトリガーで の, この対応というところを見せようとしたところに飛び、あとは CA をどうせもらったらいけないということで、うん、はい、飛びに切り替えたらというのが素晴らしい判断ですね。とはいえフードが体力リードから始まってきます。この3ラウンド目、いや、からジャンプで体育をつからせて中継、そして入れ替えるシフト、ダッシュを見ていました。またしても画面シーン、フードのスタンチがやばいぞ。スタンリーチ、この後どうする。
V リバーサル内径これ多分シフトとかも警戒してるような感じがしますね。ただしっかりと反撃からフードがダメージを取り返していきます。押し返すことができた。発動されればうっあこれパーツをジャンプ中継地面にちょっと減っあいいユリかな。投げは抜けるまだ来る。フードの V ゲージはあるがあシャオン4番これはカウンターアバント火炎瓶ななななゲージがなかった。ユリカットするまだタクです。中足つながっている。ガイストアンカーをこれでもかと活用し、いや勝ったのはイギリスの17歳エンディングウォーカー。